店長、大切なお話があります。何？店長、そろそろ給料上げてくださいよ。家まで来んのはやりすぎだろう。店長がお話聞いてくれないからこうなるんですよ。もう勘弁してくれよ。勘弁してくれよじゃないですよ。話ぐらい聞いてくれてもいいじゃないですか。話って一体なんだよ。は？だから給料上げてください。俺も上げてほしいよ。え？俺が一番そう思ってるよ。毎日毎日働いてんのに、みじんこぐらいの給料しかもらってねえんだよ。全部オーナーが決めてんだよ。さあ、あのケチクソサングラススーツやろ。誰の話してんだ。あ、お姉さん、何でもいいっすね。ほら、仕事行くぞ、仕事、仕事。ほら、立って、立って。すいません、行ってきます。ほら、早く。いいか、とにかくオーナーが給料を決めてる以上、そう簡単に上がるもんじゃない。諦めろ。そんな、それじゃあ一生安月給じゃないですか。オーナーに交渉してきてくださいよ。バカ言ってんじゃないよ。そんなことしたらどうなると思ってんだよ。そんなことしたらって言っても、別に普通のことですよ。そうっすよ、どこの会社にでもあることですよ。うちがいつ普通の会社になったんだよ。てか、店長ってオーナーに一回でも交渉とかしたことあるんですか。いやねえよ、この人オーナーにビビりまくってっからよ。ビビってるとか、そういう問題じゃねえんだよ。いや、ビビってるじゃないですか。店長、あんた一生オーナーの奴隷でいるつもりですか。もう、ムカつくわ。どんだけ腰抜けなんすか。うじ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 してよ。あんた本当大人かよ。うぜ、そんなんでよく店長できますね。上の立場の人間かお前は。ビビってないで気合い入れろ。行けよな。行けよ。ああ、うるせえな。行ってやるよ。どうした？給料の件なんですが。返納してって話です。違います。じゃあ何？あげてください。なめんなよ。死んだんですか。多分。
では定例の社内会議を始めます。まずは先日吉田店長がお亡くなりになった件になります。そのことは大変残念に思うな。そんなことより最近寒いな。貴重なご意見ありがとうございます。では続いての議題なんですが、新商品のホットスナックについての提案になります。おお、なるほど、いいじゃん。これ何種類出せるの？こちらから 1,2,3 種類。ああ、そろそろ日差し大丈夫。店長ご存命だったのはいいけど、一言も喋らねえぞ。遅いな。ああ、なんでレジに誰もいねえんだよ。おい、おい、誰かレジ行けよ。難しい姿で大変申し訳ございません。こちらお弁当は温めますか？吉田は薬電話を始めたのか。以前の吉田店長と様子が違いますね。警察に突き出す前に所持品を調べようか。かしこまりました。何か見つかるかもしれません。非常に少ないのですが、こんなものか。これは黒だな。店長が薬をやってる。
戻ってきてからの様子を見れば大体わかるだろう。確かに様子はおかしいですけど、そんなまさか。まあ厳重に保管されたこの中身を見ればわかることだろう。ああ紙？なんだ、注射でも出てくるのかと思いましたよ。あ、なんだよ、グラビアかよ。こんなしょうもないものわざわざ隠しやがって。ふざけんじゃねえ。何考えてんだよ。オーナー、もう暴力振るっても意味ないかもしれないです。あ？店長もカンストしちゃったのかもしれないです。はあ？多分きっかけは僕らが給料を上げる交渉を頼んだからなんです。ああ、そんなことをほざいてたっけか。オーナー、一回だけ冷静に考えてみてください。店長は給料を上げてくんないかっていうお伺いを立てただけなんです。そしたら死の淵をさまようことになった。店長、びっくりしちゃったんだと思います。自分にはそんな発言権もないのかって悲しくて壊れちゃったんですよ。壊れた人間にはオーナーが憎いという感情しか残っていない。俺はとんだバカ野郎だ。オーナー、いつから俺はそんな男になってしまったんだ。給料アップだ！オーナー、いいんですか？ああ。本当に？給料上がったはいいけど、全部5円玉支給だった。